まずはじめにですね、渋沢栄一郎の精神を受け継ぎ、子どもと保護者で作るネット利用のルール、利子と中女の安心ふっネットの活用につきまして、えー、ご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。深谷市では平成26年度に児童・生徒のネットトラブルなどを防ぐため、えー、児童・生徒自身が中心となり、 えー、学校、家庭、地域のさまざまな機関が一体となって、えー、深谷市立小中学校のインターネット使用のルール、安心ふ化ネットを提言いたしました、それ以来、安心ふ化ネットを活用しつつ、児童・生徒がインターネットの危険性を理解し、ネットトラブルなどに巻き込まれないよう、繰り返しの指導を行ってきました。 現在、スマートフォンやタブレットなどによるインターネット、SNS などの利用は、私たちの生活に定着し、子どもたちにとっても非常に身近なもので、日常的に利用されています。これらは非常に便利なものですが、改めてその扱い方が適切ではないと、大変なトラブルになってしまうということを、 様々な事案から感じていますこのような中、昨年度、子どもたちのネット利用の実情にあった安心負荷ネット改定の必要性について、保護者の皆さんや地域、関係機関などの方々から多くの意見が寄せられたこともあり、この機を捉え、資料1に示した趣旨、経緯などにより、 安心復活ネットの改定を進めてまいりました。そして、この度、立志と中助の安心復活ネットとして改定し、現在、各学校や家庭での活用が進められています。立志と中助の安心復活ネットの活用の特徴としては、大きく3点あります。1つ目は、児童・生徒が自分自身で考え、 自分に合ったルール作りを行うこと、2つ目は、家庭で話し合って保護者とともにルール作りを行うこと、そして3つ目は、郷土の偉人、渋沢栄一郎の精神を受け継ぎ、立志、中女、支え合いの3つの視点から、それぞれのルールを考えることでございます。また、各家庭において、ルール作りや、 その見届けなどを効果的に行えるように保護者用に活用の手引きも作成しました手引きの内容といたしましてはルール作りのための話し合いの手順やルールの例作ったルールを見届けネットを利用する子どもたちと関わっていくポイントルールを定期的に見直すことなどについて 触れています。今後、各学校および家庭での立志と中女の安心負荷ネットの活用などを通して、安全かつ効果的にインターネットを利用することのできる子どもたちの育成を一層推進してまいります。次に、ネギチャレンジ第3弾、健康づくり応援事業、スマホで気軽に健康づくりにつきましてご説明いたします。 資料の3ページをご覧ください。え本誌においては、働き盛り世代に高血圧が多いという課題があり、その働き盛り世代にどうすれば健康づくりに取り組んでもらえるか、誰もが参加しやすい事業にするためにはどうすればよいかを検討し、今回、新たな取り組みとして、スマートフォンで気軽に取り組めるよう、 二つの健康づくり事業の運用をリニューアルいたしました。また、地域の課題解決に参加することで、地域通貨ネギーによる特典が受けられるネギーチャレンジを活用し、より多くの方に参加していただき、健康づくりに取り組むきっかけづくりとなることを目指してまいります。まず一つ目の事業として、健康マイレージ事業、 タメルンピック深谷シーズン1、シーズン11ですね、をリニューアルいたしました。事業内容といたしましては、18歳以上の市民を対象に、5月1日水曜日から、令和7年2月28日金曜日までを実施期間とし、ポイントカードに参加者が健康づくり宣言を記入し、検診ポイント、共産点ポイント、 登録事業ポイントのすべてを貯めると、えー、達成者全員に1500円相当の景品をプレゼントするものでございます。令和6年度からは、新たに深谷市公式 LINE から参加できるデジタル版を作成し、従来のカード版と選択できるようにいたしました。さらに、今回ネギーチャレンジといたしまして、 デジタル版を選択し、達成した方全員に、通常の景品に加えて500ネギを特典として付与いたします。次に、二つ目の事業として、健康づくり支援アプリ事業、アスケンもリニューアルをいたしました。事業内容といたしましては、18歳以上の市民を対象に、7月1日月曜日から、 11月30日土曜日までを実施期間とし、自分の好きなタイミングで1ヶ月間、株式会社、アスケンの食事管理アプリを無料で利用できるようにいたしました。アプリの内容でございますが、食事内容を写真に撮ると、摂取カロリーや栄養素を数値やグラフで確認できるとともに、 AI 栄養士による食事アドバイスを受けることで食事改善を目指すものでございます。さらにネギチャレンジとしては二つの特典がございます。一つ目といたしまして、一日三食摂取した食事の写真を7日間継続して入力、登録できた方へ500ネギを付与いたします。二つ目といたしまして、 高血圧予防の観点から減塩を意識してもらうことや食事バランスを整えることを目的に塩分適正量が7日以上維持できた方もしくは1日の総健,総健康点数70点以上を7日以上達成した方へ千ネギを付与いたします。 この2つをどちらも達成した方は合計1500ネギが特典として付与されることになります。市といたしましては、このネギチャレンジを活用することで、これまで健康づくりを意識してこられなかった多くの方に、これらの健康づくり応援事業を知っていただき、そして参加していただけるよう取り組んでまいります。えー、本日は、 以上でございます。よろしくお願いいたします。